皆様こんにちは、まさたまチャンネルへようこそ。今日はプレイステーション5専用コントローラーデュアルセンスの修理をしていきたいと思います。いきなり始まっちゃってますが、まずは R1、L1 ボタンの取り外し、小さめのマイナスドライバーでこじれば簡単に外すことができます。 R1、L1 ボタンを外すとプラスネジが2箇所出てきます。次にこの本体上部の黒いカバーを外します。この黒いカバーも爪で止まっているだけなので、小さなマイナスドライバーでこじってあげれば外せます。今回このデュアルセンスを自分で修理するに至った経緯は後でお話しします。まずは分解に集中していきましょう。この黒いカバーは止まっている爪の場所を狙ってこじってください。この動画を参考にしていただければうまくいくと思います。この黒カバーですが、タッチパッドボタンに差し込まれるように入っているので、気持ち下にずらすように外すとうまくいきます。黒いカバーを外すと、このコントローラーの下の部分に2箇所プラスネジが出てくるので、先ほどの L1、R1 ボタンを外した際に出てきたプラスネジとともに外していきましょう。コントローラーの外装を分解するにあたって外す必要があるネジはこの4箇所です。ネジを外せたら、この部分、コントローラーの底の部分にある爪を剥がして本体と背面カバーを分解するんですが、ここは結構思い切りが必要です。2箇所ある爪を浮かせて、コントローラーのグリップの部分の背面カバーを剥がしたら、コントローラーの先端部分、 L1、L2、R1、R2 ボタンがある部分を軸にして本を開くように思い切って広げちゃってください。デュアルセンスの分解で一番の難所はここだと思います。ちょっとね、割れちゃってるかどうか確認してますが、マジでドキドキですわ。気を取り直していきます。背面カバーを剥がせたら、次はバッテリーを外します。この辺はデュアルショック3と同じですよね。バッテリーを外したら、背面マイクをバッテリーケースから剥がします。背面マイクをバッテリーケースから剥がせたら、このプラスネジを外してバッテリーケースを本体から外します。次に基板からフィルム配線を外します。フィルム配線は3箇所、背面マイクと前面マイクの配線を合わせるとフィルム配線は全部で5箇所です。次に基板を外しますが、基板をあまりこじりたくないので、裏返してアナログスティックを押し込んじゃってください。こうすれば基板がうまく外せます。おっと、このフィルム配線外してなかったですね。やばいっすよね。ハンダ付けされている配線を傷めないように基板を裏返します。アナログスティックを外して、やっとここからが本題。アナログスティック下のセンサーに接点復活スプレーを吹き付けたいと思います。接点復活剤はクレのコンタクトスプレーと AZ の接点復活スプレー。なんで2つあるんだよって話ですよね。成分は2つともほとんど同じなので、指に吹きつけてみて粘度がどのくらい違うかを見ていきたいと思います。最初にクレのコンタクトスプレー、ベタベタってほどではないですが、だいぶ粘度はあるようです。次に AZ の接点復活スプレー、
まあ、こちらも似たようなものですね。コンタクトスプレーと同じくらいの粘度です。成分も粘度も同じようなものだったので、私的に信頼度の高い AZ の接点復活スプレーを使いましょう。てかこっちの方が古いんで先入れ先出しです。在庫管理の基本ですよね。接点復活剤を吹き付けるのはこの部分、はみ出た部分は拭き取るのでたっぷりめに吹いてしまっても大丈夫だと思います。てかむしろたっぷりめに吹いた方が早く浸透します。すいませんね、カメラのアングルが悪くて作業に夢中になっちゃいましたわ。はみ出た接点復活剤はピンセットに巻いたシルボン紙で拭き取ります。ピンセットとシルボン紙がなければ竹串に巻いたティッシュペーパーでも大丈夫です。修理自体はこれで完了です。あとはバラした時と逆の手順で組んでいくだけなので、ここでなぜデュアルセンスをバラしたか修理をしたかをお話ししたいと思います。今回デュアルセンスを修理するにあたっての不具合は右スティックのドリフト現象でした。現在妻がやっているゲームがシューティングゲームなんですが、ライフルの照準が右スティックを離していても動いちゃうらしいんですね。まあちょっとなんですけど、そのちょっとがとても気になるらしいんです。まあね、普段は一般的な家庭の主婦ですが、ゲーム内ではゴルゴ13並みの優秀なスナイパーですからね。俺の背後に立つな、なんてね。はい、OK 牧場。どう？治った？治ってる。マジで？動かないよ。あ、本当？治った。動かなくなった。治った。すごい。やったー。猫も動いてないです。動かない。大丈夫？大丈夫。ありがとう。よし。いや、いいです。目には及びません。ネタになりましたからありがとうございます。こちらこそ。ありがとう。オッケー牧場。それではまたねー。今あくびしてたらいいとこだったら。猫チン。すごい。猫チン。治るんだね。治ったねー。はい。楽しい自転車。